今日も一人学校で孤独の時間を耐え抜いているところです。ただどうでしょう、なんかいつもより少し口角が上がっている。どうしたことでしょうか。私はね、さっきの授業中気づいてしまったんです。今日という日が私にとって大切な記念日であるということに。そう、今日は友達がいなくなって6年記念日、アニバーサリー。わたげチャンネル。プリティ。まあ、そんなこんなでね、ちょっと何かしらでね、自分を祝わねば、そう、ご褒美を与えねばと、さっきからね、自分へのサプライズを考えているところです。おはようございます。で、今顔だけ洗ってきたんですけど、朝なんだよこれ。朝です。やっぱり今日は記念日ということで、昨日何しようかなって、お祝いしなきゃなって思って考えてたんです。何をしようか。そしたらやっぱ祝いたいという気持ちが強く自分の中にあり、なのでちょっとお祝いケーキ を食べたいなと思ったんですけど、ちょっとやっぱ買うと高くつくので、あとじゃあプレートなんかこうおめでとうみたいなプレートをね、やっぱあった方がいいかなと思ったんですけど、やっぱお店でね、そんな記念日おめでとうみたいなの頼むのちょっと恥ずかしいじゃないですか。まあ、その中、カップルの記念日みたいな顔をして頼めば全然いいんですけど、もうちょっと、その勇気がなかった。とか、そんな幸せオーラを醸し出すって注文する勇気がなかった。自信がなかったので、ちょっと自分で作ろうと思って。お誕生日プレート確保。なんか失敗する未来しか見えないんだけど。なあ。試し書き、あ、うわ、これ絶対うまくできる。あ、やべ、あ、いけるかな。あ、いけそう。急に元気になってきちゃった。待って、楽しい。あ、無理。あ、待って、クソうまい、やばい。ちなみにね、さっきから言ってる友達がいなくなった記念日についてちょっと解説しますと、あ、解説者小竹です。私ね、そのおおよそ6年ほど前にですね、全日制の高校に普通に通ってたところ、ちょうど高1の秋ぐらいからちょっと学校休みがちになりまして、小竹少年、小竹青年、小竹少年、もう多分今のこの時期、もうこの11月の終わりぐらいはもうほとんど学校に行けてない状態でして、で、その後全ての交友関係を断ち、通信の高校に転校したんですけども、まあ、つまりね、その考えてみればぼっち歴丸6年ということでね、これはね、だいぶめでてえなと、ちょっとこれはハッピーなフェスティバル開催しなきゃなと思って、まあ、ちょっと正式な日にちは分かんないですけど、まあ、せっかくなんでね、その今日この日を私のその独立記念日として制定しようかなという所存でございます。ちょっと待って、私眉毛なさすぎない、ちょっと大丈夫、ちゃんとあれですよ、社会勢力ですよ、ちゃんと反じゃないですよ。あー、もうやだ、これ合成でなんかケーキつけたいな。これ何？チョコじゃない、アイシングだ。アイシングって
別にね、めでてえ日だったのでね、今せっかくだからと思って外に出て、まあ出たはいいものの、ちょっとやることなくてそのまま自分の家に帰ってきただけの日になってしまったんですけども、ちょっとテレビ見てたら、10月の時点の内定率が前の年を下回るのは、25年卒の人の内定率みたいなのやってて、男女別では男性は 71.5% で去年より 2.4 ポイント、70%、 大学生の就職内定率なの、複数の企業から内定を得ている学生の場合、どこか一社に絞らなく、これは見なかったことにして、そういえば私今日めでたい日だったなと思って、もう一回自分を祝うことにしました。いや実はそのまあ、何、あの待って何も喋ること考えてないのに撮り始めちゃったから、ちょっと待って一回待って、とそう、今日は記念すべき日ということで、ごめんなさい、ちょっとカレーを食べていて、私ずっと、私 I have a dream、 私には夢があります、夢がありました、その今日それを今日こそ叶える時なんじゃないかということで、ちょっとスマホの位置変えます。あ、最近おこた出してよこれ、え、何、友達、私今誰に話しかけてんのはい、ですね、私の長年の夢、それは本当はあの31のデカパックを一人でガーって食べることだったんですけど、まあ違うんです、違うので、別にあの実質夢が叶ったかどうかと言われれば違うんですけど、あ待って、ドライアイス触っちゃう、これどうしたらいいんだろう、どうだろう、バケツでね食べたかったんですけど、あのなんかバケツだと一つの味しかできないということを知って、31、え待って、なんかこうやって見ると全然なくない、ね、待って、二酸化炭素ってめっちゃ怖い、どうしよう、ちょっと待って、ドライアイスってなんか泣くんだけど、待って泣いてない、ちょっとアイスパーティーをしたいと思います。これでね、私の記念すべき友達いない歴5年を祝っていきたいと思います。5年じゃない、6年か、まあどっちでもいいんですけど、別に誇れるものでも何もない、何でもないので、じゃーん、え、これ合ってる、合ってなかったらこれ Uber に返金対応できるよ、合ってるな、多分合ってる、あ、くそ、パーティー、パーティーしていこうと思います。これなんだっけ、ストロベリーベリーアイスクリーム、フィグチーズケーキ、ほうじ茶ブルレ、チョコレート、いただきます。長年の夢を今日叶えます。孤独な、孤独な日、長らく続いた孤独な日々ありがとう、そして私の未来を輝け、いただきます。え、ちょっと待って、今ベロベロくっつく、これなんで、ドライアイスのせいじゃん絶対、何、ちょっとこれどうしたらいいの、でも食べ方めちゃくちゃよかった、うん、美味しい、回し食べしちゃうんだから、え、でもこれ今日一日食べきれないよ、まあ、でもアイスって賞味期限ないっていうし、なんか菌とかわかなそうだしさ、別にいいよね、ちょっとずつ食べて凍らして、自分で食べるし、これなんだっけ、キャラメル、何頼んだんだっけ、ちょっとキャラメルか、うちパーティーっつってたのにこんなテンション低いの、そんなことあります、
うまいうまい。うん、やっぱこれがうまいよ。いや、ほんと気づいちゃったんだよね。全然実感なくて、この前ふと、あれ？そういえば数えてみたら、1、2、3、4、5、5年じゃない？ん？ 6 年だっけ？わかんない。もう高1の冬の時に不登校になって、まあ今に至るわけですわな。で、通信制に行って、まあ、その当時は偏見もあった、自分の中でも正直。先入観もあったけど、まあ、なんやかんや楽しく。まあ、人脈は全てなくなったけど、友達いっぱいな高校生活ではなかったけど。まあ、こんな屈強な行動力も身につきましたし。まあ、結果良かったような気はするよね。これうまいんだけど。これ何？カスタードみたいな。でもチーズケーキ入ってないんだよ。え？返金？これ返金？返金じゃない。ここ最近私もう健康診断に向けて、すごい。ずっと、めっちゃ食事気をつけてて、もうマジ毎日。ほんとそう言っときながら、とか。そう言ってて全然変わってないじゃん、とか。ちょっとそれはうるさくて。やってることはすごい、ちゃんとしてて。ほら、私の食事記録いくよ。すごいでしょ？まあ、ちゃんと、ね、食べなさすぎとかじゃなくて、栄養を考えつつ、私ちょっと一時期ね、なんか、食事系の資格取りたくて勉強してたんで、まあ、この辺もちゃんと考えつつの、でした。なのでちょっと、こういう日もあっていいんじゃないかみたいな。まあ、これをね、人間ドック直前ですることかはちょっとわかりませんが、まあ、いいんです。スイパラに行ったと思えばいい。だよ、かな。あれ、このアイスもね、ちょっとずつ食べてるだけで、結果1個分ぐらいしか食べてない。1個のアイスなんてもう、1日の階段の上り下りで、もう、もはやマイナスです。今日気持ちいい段差多かった気がするし、街中。うまいな。チョコうまいな。なんかめっちゃチョコ食べたくて、初めて買った。その他のアイスを片して、このイチゴのみに専念することにしました。他のやつは、人間ドック終わった後のパーリーナイの時に。やっとこう。いや、なんか、ほんと時間過ぎるのってあっという間だなって最近めっちゃ感じて。だってさ、すごい、喉が冷えすぎて喋れないんだけど。ドライアイス溶けるやつをさ、ここに置いてたらさ、なんかふわふわってなって可愛い加工みたいになるの。本当に今でも夢に見えるもん。全日通ってた時の夢とか、部活、吹奏楽部入った時の夢とか。まあ、全部なんか、夢の中でめちゃめちゃ喧嘩してるけど。
学校行けなくなって転校して YouTube 始めて留年してすごいいろんな時を経たなって思います。うん、最近なんか就活とかでめっちゃ就活とか将来の進路とかでなんかめっちゃ悩んでて、こう見えて悩んでて、なんかね最近なんか生きるってなんだろうとかなんか考えちゃうから、なんかネットで生きる希望出る映画で調べて、その出てきた映画を片っ端から見あさるっていう、日々送ってるんで、そのおかげで今すごいもう、生きる希望に満ち溢れた。生きる希望満ち満ち人間で今やらせてもらってるんで、もうすごい毎日もうスキップで学校行ってるんですけど、それは全然嘘。ただなんか多少、いろんな生き方があるなと思って、なんか明るくなれた。おすすめですよ、マジで。多分私とさ、一緒にこの生活してきた人とか、方々は、もう、就職先も決まり？わかんない。まだ決まってない人もいるかわかんないけど。まあ、美容の専門学校とか行ってる人はもう働いてるし、って考えたらもう人生もうわかんないよね。もう人それぞれすぎるもん。うん、この孤独の私がさ、そういう周りとの差を感じてたらさ、もう世間の人は何？常日頃比べてしまう環境にいるわけでしょ。もう生き地獄。逆に良かったのかなって思います。今のこの環境が食べちゃった。もう一個ダメ。私は人間ドック。 I am human dog. No. No 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 way. アイスクリーム No way. ポイティ。すいません、風呂に入りベッドの上でヨガをしながら失礼します。ちょっと私最近思うことがあって、ごめんなさい、これはこのヨガは全然自己流なんですけど、最近ね、聞いてほしい。ベッドの上からちょっと聞いてほしい。これ今足コロコロしてる。私ね、今の人生の唯一の趣味が、コークオンっていうアプリがあって、なんか歩数、1週間の歩数を達成するとスタンプがもらえるっていうね、すっごく楽しいアプリがあって、もうそれが私の生きがいで、コークオンのスタンプ、ウォークコンプリートって、1週間ね、目標の歩数が歩いたらすっごい褒めてくれるんです。だそれに褒められよう、スタンプを1スタンプもらおうっていうのを日々の一番の楽しみ、生きがい、やりがいを感じてるとか、そこなので私の人生において、それのために結構歩いてたら足がパンパンになるので、このコロコロしてます。何の話だっけ。あ、違う、そのなんかさ、この前 SNS で見たんですけど、なんかさ、その人間関係系、なんか私もなんか X わかんないけど、なんかわかんないけど、すごい人間関係の悩みみたいな、なんか女の子の本音みたいなのがすごい流れてくる。AI が、ね、どういう学習をしたら AI がそのような、私がそれを気になると思ってるのかな、わかんない、私に必要な情報だと思ってるのかな、なんかちょっとやかましいんですけど、AI に勧められたなんか投稿で、なんか、どんなにその友達でも、なんか普段からちょっと自分のなんか嫌に思ってることを遂げさせてくる友達とか、来るような人とか、ちょっとなんかみたいな、ちょっとなんか心が、なんで書いてあったかな、なんかちょっと心に刺さる、なすげえ大切な話のうち、心に刺さることを言ってくる友達は、なんか悪いことは言いません、早急に離れた方がいいです、なんか自分の、いずれ自分の心を壊すことになりますみたいな、なんかそんな内容の SNS なんか投稿をこの前見かけて、言うじゃないですか、なんかどんなに友達でも
なんかちょっとこの人こういう時なんかちょっとチクッとした言葉言ってくるなとか、なんかそういういじられるのに合わないなみたいな友達って結構あんまりそのなんだ依存しない方がいいというか離れた方がいいみたいな。でも私嫌だそんなの。え、難しくない？だってさ、それ以外でもすごいさ一緒にいて楽しいとかさ、話 の, あの波長が合うとか、すごいなんか笑かしてくれるとかさ、そんな友達が、そんな友達だけど、ちょっとその時々なんか結構きついこと言ってくるなこの人みたいな人いるじゃないですか。そういう人って皆さんどうしてます？どう、え、離れるとかできる？私できないと思う。でそれをね X を見て思って、あ、なんちゅう顔で話してんの私は思って。だってそのさ、ちょっとのチクッと我慢すればこんなに何楽しい友情があるのに、そこを切り離しちゃうって私は思うけど、でも実際どうなんだろう。でもやっぱり私も結構ね、なんて言うんだろう、結構私いじられるのが嫌っていうか、なんかこういじりをいじりと捉えれない時があって、結構昔からそのなんかなんだろう、その自分が気にしてることを笑いに消化、必ずしも毎回笑いに消化させれないというか、ちょっとプライ、私変にプライドが高いところがあるもんで、やっぱさそういうとこなんか何、プライドが高いとさ、なんかちょっとなんだろう、いじられた時にえみたいな、その傷つくまでいかないけど、いやそれ違くないみたいな思ってても言えます。何の話してるんだっけ、今何聞いてんだろう。言えます、そんな、なんかその日々のさ日常の中でその人になんかちょっとこのなんかこう心にクッとくる、なんかちょっと引っかかること言われた時に結構私はこう引きずっちゃうタイプ。その場ではパッと、なんかそれ違くないみたいなの言えないけど、結構、あ、そういうこと言っちゃうタイプなんだ、みたいな。思うけど、その場でその、あ、もうちょっと合わないから、縁切ろうみたいには、なれなくない？どうですか？これ結構私人生の課題だと思ってて。これね、結構、不思議だな、みたいな。あ、そうなんだ、みたいな。結構ためになる話だと思うんですけど。なんか人間関係の切り際みたいな、そのちょっと離れ際みたいなのってつかめなくない？つかめなかった結果私は全切りっていうね、あの連絡先全消去っていうね、素晴らしい凄まじいとんでもねえことをねした所存なんですけど、どうしてんだろう世間の人、その人間関係のお掃除みたいなのってどうしてるわけ？何どうしたら何みんな何だっけって今日一人で思ってた。別に考える必要のない悩み、私には。まあ今後ね、そういう人間関係構築されていくはずですので、私は社会に出て、社会に出るのかしらどうなんでしょうかね、わからないですけど、なんかもうちょっとなんか可愛い絵面でいたいな。何なんだこれは。最近思うんだよね、こんな動画出しといてさ、こういう動画を出してる人と仲良くしようって思わないでしょうね。それはこんなことを晒している人と関わりたいですか？いいえ、関わりたくないです。もう答えは出てるのよ。でもいいの。こんなね、私が足の裏を伸ばしている絵面を見て、世界のどこかの誰かがね、あ、こんなやつもいるんだから私の悩みなんてちっぽけだなって、今この瞬間、これを見て思ってくれた人が一人でもいれば私は救われます。足の、このふくらはぎの裏を伸ばした甲斐があったなと思います。改めて実感でき、最近見た映画の話なんですけど、このね、
あ、もうこれ私あと10分後に寝るんで、ごめんなさいね、こういう体勢で失礼します。いいんじゃないですか、睡眠導入ってことで薬ですか何してるの。そう、この前ララララランド、ラランド違う、ララララ、これね、ララランドって言おうとするとどうしても毎回ラランドになってしまい、ラランドさんになってしまうので、なんとかラランドにならないようにいっぱいラをね、とりあえず多く言えばラランドにはならないかなと思って、いつもラララララランドぐらいまで行っちゃうんですけど、待って、本当に何の話してたんだっけ。そう、ララランランドを見てて、なんかそれ結構夢を追う系の話で、なんかもう私夢とかあんまな、あ、まあ石油王と結婚とかいう夢ありますけど、なんかそのなんだ、明確な夢とかあんまないの。何になりたいとか、女優さんになりたい、モデルになりたい、起業したいみたいなあんまないけど、なんかそうやって夢に向かう人ってやっぱ素敵だなと思って、そんな薄っぺらい夢じゃないんですけど、素敵だなって改めて思うし、なんかこの前なんか DM でね、おすすめして、この映画面白いですよみたいなおすすめしていただいた世界一嫌いなあなたへだったっけっていう映画を見て、でもちょっと最後がもうこれは見てほしいんですけど、なんか、人すごい、人すごい、人すごいって思って、なんかああいうなんか素敵な女の子になれたらいい。私もちょっとなんか来世はさ、なんかスイスとかオランダとかのチューリップの中で生まれてさ、そのなんかスキップでチューリップの中をスキップするような女の子になりたいなって思うような映画でした。全然そんな内容じゃないんですけど、なんかね、いろいろ考えちゃうんだよね。ちょっと本当にちょっと話が集結しないから、ちょっと明日朝起きて続き話すわ。寝れないよね、ちょっとね、全然寝れないよ、無理。なんかちょっとこのムーディーな感じの光とかしちゃうから、私寝れなくすぎてすぐムーディー感じちゃうんだから、ムーディー勝山なんだから。ちょっとまあ寝れないからまた人生について話しちゃうんですけど、なんかこれね、人生チャンネル、何これ、ポイティ。なんか最近どっかで見たのが、なんか人生ってなんか最後のその何、その死ぬ間際のその走馬灯、死ぬ間際に見る走馬灯を増やす、その走馬灯を増やす作業、それが人生なんだよみたいな、こんな深い言葉誰か言ってたのかな、私が今作ったんだっけ、いや作ったってことにしちゃおうかな、作ったんですけど、なんかそうやって考えた時に、私って考えて、今自分で考えてね、この言葉結構重大だから、うちらってこの自分がその息絶える前に、ああもうだなみたいな、わかんない、そんな瞬間あるのかわかんないけど、もうだな、もうこれ来そうやなって時に、最後のその走馬灯として見る人生ハイライト、今の時点で私何見るんだろうと思って考えたの。ずっとそれ、この前授業中に考えてたの。授業聞けって話だよね。考えてたら、多分私がこう、ああもうだなってなった時、バーってなるでしょ。その中で多分、まず最初は私が3歳の時に、潮干狩り、家族で潮干狩りに行った時に、裸で迷子になったこと。まずそれが多分、わって、来る。で、次は、幼稚園ぐらいかな。幼稚園ぐらいの、わ、多分。で、終わりかもな。ちょっと、私の走馬灯、全裸潮干狩りで終わるかも。やばい。
今んとこ走馬灯ちょっと薄すぎる。私の走馬灯薄すぎる。そうだからなんかもうちょっと充実した走馬灯みたいなみたいな、え、人生でこんな感じはあるんだって私もびっくりしたんですけど、なんかもうちょっと走馬灯でリア充したいなと思って、だからその走馬灯を何その うまい人生を生きようとは思わないけど、あ、待って今から名言言いますよ。うまい人生を生きようとは思わないけど、待ってこれもしかしてめっちゃ画質悪い、この暗さ。まあいいよね別に、私の動画に画質なんて求めてる人いないから。なんだっけ、人生を良くしようとは思わないけど、その最後の走馬灯の時に、最後のその人生最後に見る走馬灯がちょっとそのおもろい感じのおもろ走馬灯を見れればいい人生だったなって思えるんじゃないかと思って、そこにどんな登場人物がどうかしろ、あの出てこようがね、出てこなかろうが、ちょっとなんかあふふみたいな感じでこう最後でいけたら、それがね一番の目標かなって今決まったので、ちょっとそれに向けて、まあ頑張りはしません、正直人生なんで。私ダイエットもやめちゃいました。就活もなんかどうなっちゃうか分かりませんけど、とりあえずおもろそうまとのためにもうちょっと明日も生きてみようかなって、ちょっとおもろく、明日テストだった、待って忘れてたの、どうしよう、人回答でもしてこようかなって思います。ちなみにね、私明日あれなんですよ、あの朝からね、あ、なんか Wi-Fi の工事の立ち会いとガスの点検の立ち会いがあって、通人間が入ってくるんです。通人間が、やばくないこの家に、やばくない、え、まだ男の人も入れたことないのに、親にも撃たれたことないのに、撃たれるの明日。だからちょっとあの早く寝なきゃいけないんですけど、ちょっと緊張して寝れないかも。え、オールしちゃう、オールで朝迎えちゃう、であれ Wi-Fi の工事の人と乾杯しちゃう、あり、うん、なんか家にもっとご飯あると思ったらなんか全然なくて、人参しかなくて、しかもこれいつの人参かわかんないけど、そういえば私って人参のこの土感みたいなのがすごい好きだなと思って、でもいい、ちょっといいか、普通に火通したいかも、味付けたいかも。